どうもタムヤンです。アミスタ93ナムコで全チームに勝利を目指す第10戦。さあ現在まで4勝5敗、しかも5連敗の後の4連勝。さあ五分にできるんでしょうか。本日の相手は福岡ダイエーホークスですね。ソフトバンクの前ですね。さあ不敗神話カミカミですけど、不敗神話神宮の森いけるんでしょうか。今日はアルバを交代しましょうか。サンドラが調子いいのか。じゃあワギャンと交代するか。行くぞ。ゴーゴー、ノリノリだぜ。プレイボール先発アイ。いきなり佐々木さんすごいな。3割2分でホームラン22本。アウトか。よし、あ、変えとかないとね。はい、アルバのとこに深い。大野さん打率低いね。オラオライ、はい、スカイ。山本さんアウトコースしっかり。ここボール1個分。いや全部見られるね。よし、さあ行こう。攻撃陣村田さんか。ナイスラン。さあピノの攻撃始まるぜ。三塁もいけるか。よーし、1球でいった。マッピー短く持ってストライクだけ振っていく。あー打ち損じたな。やられたボール球で。あ、サンドラも好調。よし、叩きつけた。ナイス打点。さあピノの1点。ツーアウトランナーなし、パックとなればもうフルスイングでしょう。速球狙いだ。来ないね速球。たー、惜しい。詰まらされた。詰まらせられてもヒットにするのがパック。5番ワギャン。あー正面か。惜しい惜しい。いい攻撃ですね。あー4番ブーマーなんだ。ホームラン30本。恐ろしい。いやー抜けちまった。吉永さんが調子いいんだ。これ怖いなー。角ピノ、いけ。ピノの総力追いついた。ワンアウト。小川さん打率は良くないので。あーセーフか。投げた方が早かったか。浜名さん、おらおらおら、エラーはいらないよ。オッケー、なんとか守りました。さあ6番ギャング、ちょっとボール臭かったかな今。キック、村田さん、どうだ。打球に勢いなし。スカイ、いつも言うけどここで1本出ればピッチャーまでね回って次の回1番なんだけど、そうはいかないね。歪みダニ。下位打線なんかそんなに怖くないね。この年のホークスは。おっと、一
っちゃんとこ。さあここだよね、一番バッター怖いよね。ラッキー、いっちゃ愛のとこは帰れません。でもホームラン一本この人打ってるからね。じっくり行こう。なんかバッティングがいいんだよね愛。さあピノ1の1、よし叩きつけた。ピノの、いや内野安打打つのが上手くなったねピノね。三塁まで行くか、狙え、オッケー。さあマッピー仕事来たよ、転がせよ、よーしマッピーそれでいいんだよ。自分をおー、ま、そして自分もセーフっていうね。マッピーアウト。そしてパック本日ヒット打っております。ゴーゴーパック、よく見た、あやられた、外された。うーナッシングに追い込まれるとちょっとね不利だよね。これはピノ届かないか、さすがに無理だ。走ってくるか、コンピューターの登録盗塁あんまり見てないよね。センターバックセンターバック、これで一回エラーしてるからね。走ってきた、うーん、の前進、ツーアウト。吉永さん調子いいのか、これは怖い。スタミナ愛5か、いやー嘘でしょー、マジで、いやー入ったか、うわー同点かー、見事にやられました。ピッチャー交代、簡単にはいかんねえ。やっぱ調子いいバッターは怖いね。うん、しっかり打ってくるよね、ここで抑えないとね。いやー互角の展開、ワギャン、いやもうつなげ、短く持て、ナイスバッティング、それよそれ、ナムコスターズのつなぎ。さあ三塁回れるかこれ、いけー、微妙、よーしランニングホームラン。やってくれました、すぐに追加点、完全に村田さんちょっと球威が落ちたね。まあ速球はまだ130ぐらい出るだろうけど、140出るのかい、緩急が結構な速度差あるよね、140キロ台と110キロ台。おーっとこれはスカイのホームラン、まさかのジャストミートすれば飛ぶんですね。スカイ初ホームラン、守備だけじゃないところを見せました、素晴らしい。でこれで1番バッターからまたいけるから、いやいいですね、素晴らしい。鈴鹿この回頑張ってほしい、またスタミナに常に注意しとかないとね。ピッチャー交代、あ鈴鹿のスタミナ6、代打藤本、うわこれは怖い、ホームラン19本、速球ボールで、あめちゃくちゃ引っ張ってきてるな、これ
インコース詰まらせようかな。おお、ファウルにしかならんよね。よしよしよし、ここでボール球フォーク、あーフォークならない。はい、1球ボール球滑る。よし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 、あとは打たして取るピッチングに戻るぜ。あー、飛ぶのがちょっと遅かったやっちまったな。サード、あー、なんでサードに投げないのよ、スカイが。うわー、ツーアウトながらエラーするなよ。よし、助かった。ピッチャー吉田さん、2番手ピノから。本日の2-2、ナイスバッテー。さあ盗塁だ。速球だったらちょっとセカンドまでしか無理だね。いや、これもマッピー打とう。マッピー集中だ。あ、何、どっちに曲がるかわからないような。いやー、微妙にシュートもカーブもあるね、これ。吉田さん、あー、ホームに戻れなかった。パックに綺麗に打ってもらうしかありません。ナイスバッティング、これぞ4番。ピノをしっかり返してくれました。うちのチームの真骨頂だよね、ピノを返すかどうか。ピノはルイに出てくれる。1点ずつ積み上げよう。ああ、3番バッターからか、ここ。よし、ピッチャー交代かな。スイートウーマーのとこ使って、緩いボール、あ、ちょっと明らかに外れすぎた。よーし、で先ほどホームラン打たれた吉永さんか、ツーラン、この人に打点に。よーし、さあ吉田さん、当たりはいいけど惜しいね。ヒットなし。あ、吉田さん疲れてきたよ。ナイスバッティーン。セカンド無理だね。さあ、ここで先ほどホームランの使い短く持って、でもここはつなぐバッティングで、セカンドセーフじゃない。あー、ナイス、エンドラン成功。ここもエンドランだ。いやー、ピッチャーが打った。またもやピッチャーのホームラン、このシーズン2回目愛も打ちましたからね。スイートがまさかのスリーラン、勝ちを引き寄せる素晴らしい。やっぱり昔から疲れ切ったピッチャー打つの得意なんだよねあ、もう一回ピノから。これピッチャー交代しないのかな。ね、ホームスチールもできるスピードじゃないこれあ、これいけるよ、ホームスチール。無理か、あ、やめとこうこれもうバントすれば絶対戻れるんだけど。いや、監督酷だよねこれ。デッドボールじゃない、あ、違う。いや、もうこれフォアボールもう一球見れる。振っちゃえ、あ、ダメだー。くわ、ピッチャーライナー、そんな落とし穴が、もったいないことした。試合もう終わらせれたのにね。あと4点取りたかったね。もう何があるか分かんないからね。決してダイエーホークスを侮ってはいけないよね、最後まで。いやー、深いとこ、いやー、危ない。じゃあ答え、まあそうなるよね、バカ食べ。初球からいく。サンドラ本日ヒットなしですけど打点あり。いったか、サンドラ、これはいったでしょう。どうだ、いかない。
4番パック本日1打点なあ。ラッキーセブンのクリーンナップ、でもクリーンナップにねホームラン出てきてるからね、少しずついいよ、調子は上向きだぜ。ゴーゴーギャング、本日ヒットなしなあ。あ、門田さん、スイートホームラン打って絶好調だけどスタミナ4か、ちょっと変えましょうか。ピッチャー交代、バーブル、ちょっと真ん中に入ったけど怖かった。ワンアウト、佐々木さんが怖いよね、可愛いよね、後ろもともと、おお、この走力ですよスカイ、普通はヒットなるよねあれナムコスターズの武器ですねスカイ。どんどんピッチャー変わっていく、杉本、8回裏、はい、出せ、もうもう積極的にいこう、伸び伸び、ナイスバッティーン、抜けた、スカイまあまあ足速いですよ。さあこれサードに投げて、あセカンド取るか、あこれはまあ無理だったね、バブルのとこか、あ代打出そうか、なんだったら代打ビタミーナ、タロスケでもいいんだけどね、チャンス与えても。初球打ち、あーちょ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 、しまった、ちょっと戻るのが遅かったねそしてピノ、うおい、オールセーフ、セカンドに投げなかったね、マッピー行け、あーピノがもう走るの待ってるからさあ最終回、抑えの切り札エッグ、6点差、余裕がありますね。いやーここまでチームをね立て直せてよかったよ、ナイスキャッチ、あこれは意地の一発だね、吉永さんやられた、これは拍手を送りたいですね、最後まで諦めない姿勢、おお届かない、エッグ打たれてノックアウトか、 FA、 ほらないね、インコースズバッと、よしやりました、ナムコスターズ打率三振ね、目標通りの成績、15安打5万2000人来てくれました、ワギャンやったね、このまま貯金作っていきましょう、それではまた、さよなら。